今回は我が家のミニ家庭菜園をご紹介します。今埋まっているのは、ご近所さんからもらったクレソン と、あとフェンネル、あと玉ねぎと、あとここにあった大きな水菜は花が咲いて、で種が完成する前に切りました。であと、スナップエンドウ、それとですね、もう一つ玉ねぎ、こっちの玉ねぎ、上の方の玉ねぎはちょっと密に植えてミニ玉ねぎを作ろうとしています。それとこちらの木箱はキエーロです。蓋にビニールを使っていたのですが、強風で剥がれました。ちょっと作り直します。あとちょっと見えにくいんですが、ローズです、マリーですが埋まっています。畑の4分の1をアゼ板を使ってレイズドベッドにしています。アゼ板を使うと雰囲気が出ないので、木製のフェンスで少し隠してあります。でこのアゼ板なんですが、すごく分厚くって硬いです。もう、10年ちょっと使っているんですが、まだまだ使えそうです。こちらはホームセンターの農業用資材売り場に売ってあります。でこの他にも薄くてロール状になって売ってあるアゼ板もあるのですが、こちらの方がやはり維持管理しやすいのでおすすめです。であと木材でレイズドベッドしてたこともあるんですけれど、朽ちてしまうので雰囲気を取るか、それか管理のしやすさを取るかで選択するといいと思います。庭との境目には芝止めを使っています。ここには麦を植えていました。いつも収穫の時期になると麦が倒れ始めて、で、その倒れた先でこのようなバラバラ事件が起きます。毎年スズメが麦の収穫時期をこまめにチェックしていて、スズメが麦を食べに来ているのを気づかないでいると、ちょっと全部食べられてしまうんですが、食べられるとこういうふうにボロボロの穂になってしまいます。ホームセンターで野菜の苗をゲットしてきました。まずトマト、甘さが売りのミニトマト増えましたが、我が家ではちょっとそれは避けて普通の子供が好きなアイコにしました。でノーブランドだったんですが、お次はパプリカです。パプリカ、大きいパプリカ、普通のサイズのパプリカを育てていたこともあるのですが、ちょっとですね、虫に食べられた時のショックが大きいので小さいのを探していて、
そして出会ったのがこの鈴なりパプリカ、ランランです。去年も育てたんですが、今年は黄色にしました。いつもパプリカとミニトマトの色をどうするかに悩んでまして、で今年は黄色いパプリカと赤いミニトマトにしたんですが、やっぱりミニトマトは赤い方が美味しそうだなって思って赤にして、で鮮やか畑を鮮やかにするのにミニパプリカを黄色にしました。次に皆さん見たことはありますでしょうか、こちらプチキュウ、マイクロキュウリという名前でも出ているのかな。ちょっとですね、これ遠い大きいホームセンターでしか売ってなくてですね、今回行ってきたんですが、在庫があと5株しかなくって行けてよかったです。すごい小粒なキュウリ、キュウリみたいなのができるんです。皮はキュウリより少し固めなので、ちょっとなんだろう、噛むとプチッという、感じなんですが、ピクルスにするとすごく美味しいです。あった、何か食べる。あ、こっち、ソーセージ落ちた。あ、落ちた。とっとっと。ちょっと洗う。お水かけるか。お水かければいい。野菜を植えました。パプリカは秋の終わり頃まで頑張ってくれて、畑の彩りになるので表になる位置に植えています。プチキュウはたくさんなるので収穫しやすい場所を選んでみました。ミニトマトは背丈が結構高くなるので、後ろの方で、かつ他の野菜が日陰にならないような場所を選んでいます。